はいどうもこんにちは。今回からね、PS4 の、今日6月12日に発売しましたシーフという、盗賊隠密芸をやっていきたいと思ったのですが、早速ね先ほどインストールできたのかなこれですね、先ほど早速ディスクを入れておいたんですが、自分ちょっと PS4 を起動したのが今日4ヶ月ぶりなんですよね。最後になんだっけなキルゾーン3をやってね、ですぐにやめちゃって、そっから4ヶ月間もうずっとグラセフしかしてなくて PS3 に戻ってたんですね。で先ほどあまりに久々すぎてちょっと起動の仕方わかんなくて、何度やってもね5分ぐらい粘ったんですけど全然わかんなくて、でもしまいにはもうインターネットでググっちゃえと思ってググったんですけど、言われた通りにやっても全然起動しなくてね、おかしいな、こうもう壊れたのかなと、あんまり起動しねえからちょっと PS4 に見張らされたのかなと思って修理に出そうかなと思ってたところ、なんとまさかのオチですよ皆さん、コンセントが入ってなかったっていうねあまりに起動使わなすぎてさ、コンセント元から抜いてたっていうオチですよ。でそれすら忘れてたっていうね、まあそれどうでもいいんですけど、シーフねちょっとこの次の動画からやっていきたいと思います。じゃあなんでこんな動画を撮ってるのかというと、久しぶりに PS4 起動したってことがあって、いろいろねやっぱ慣れてないので、もうほとんど初心者の状態と同じですね。4ヶ月も空けちゃってさ、PS4 買って1、2回しかプレイしてなかったんで自分ね。でねちょっと見てびっくりしたのがさ、これなんすかこれ、フレンド依頼が290件ってフレンド依頼が290件来てるんですよごめんなさいね、PS4 の方でねフレンチ申請受け付けます、もうすぐ確認しますのでって言っておいて一回も確認しなかった、PS4 の方に送ってくれた方申し訳ないです。こんなに皆さん PS4 を持ってるんですね。290人の方これ全部 PS4 を持ってるってことでしょ、違うのかな。PS4 すごいっすね、290人も申請が来ちゃってますよ。 PS3 の方がねもうとっくの昔に100人埋まっててね、おスマホとっくの昔に100人埋まりきってて、今空き待ちが400人以上いるんですね。もう500人ぐらいいってんのかな。でさらにこの290人っていうのもこれから一人一人こうやって許可押さなきゃいけないですよ。いけなきゃいけないわけですよ。押さなきゃいけないわけです。これを、全員分許可するわけですね。2000人確か2000人まで上限あるんですよね。2000人までフレンド許可できるんですよね。ということなのでまあだいたい10分の1ぐらいか、290人ってことは約10分の1ですね。これからシーフやる前にまずこの290人を速攻で承認していきたいと思います。ということで今回は主にそのフレンド申請をねこれだけ来てまして、これをこれから、承認しますよっていう、ちゃんと承認しますのでご安心くださいっていう連絡ですかね。はい、わかりましたかね皆さん。 GTA5 ね来たら楽しみですね PS4 ね、もう待ち遠しいですね。もうそれまでちなみにそうそう別にチーフ実況するからといって GTA5 の実況やめるってことはないですからご安心ください。あくまで私のチャンネルは GTA シリーズがメインです。次にメインなのが、The Elder Scrolls シリーズということで、その次にいくつかねこういう、私が気になったゲームをやっていくわけです。GTA5 がね来ちゃったので PC 版ね、あれが出たら多分あれメインになってくると思うんですけども、っていうことです。以上です。すごいどうでもいい動画で申し訳ないですね。では、次回からシーフやっていきますのでお楽しみに。以上です。バイバイ。